いやもう全てにおいて最高っす。乗ってますかみんな。そうですね、まあ、いやもう最高な、先輩っていうかもうあの全てにおいて一番刺激の受けるのがこの3人なんで、負けないように頑張ります。トゥリーチャー。Thank you.
楽しかったっす。右に同じ。5番目ですか。でもなんかさっき言ってたけど、やっぱいろいろあった分、なんか思い入れだけはみんなすごいあると思うんですよね、やっぱ、うん、だ出るの、世の中に出るのをこんなに楽しみにしているアルバムも今までなかったし、うん、早くね、出したいなって聞いてもらいたいっていうのはすごいあります。自分らが楽しみだもんな、だから、うん、それじゃあデビューシングル聴いてくれ。また会おうぜ。
こいつ気に入ってくれたと思うから、うん、バカなんだよ。まあ多分ファンも納得してくれてると思うから、うん、もうこれからこの状態で行くしかないですね。ものすごく楽しかったですね、うん、楽しかったし安心してライブができたのはフェイムが初めてかな。涙が。どれだけの涙が君を抱きしめるには恐れを知らず知る世界キスが走る踊れないように立ち合う弾くメロディーなら裸のままで泣き合い魂愛なのに愛を口にするから You're not here.
結構俺らは結構マイペースにやってるんで、どう、うん、だから時間的にはないんですけど、周りがやっぱりスタッフとか、ファンの人たちが期待してくれているし、すごくその気持ちが伝わるんで、励みになってマイペースながらも、頑張ります。何に対してもやっぱり俺らは妥協してないんで、すごくリハとかやってるとすごくバカなことばっかりやってるんですけど、妥協が全然、曲作りとかリハーサルも突入したら妥協が一つもないんで、すごくいい感じです。アルバムもどの曲撮っても仕上がりは 100% やしな。それじゃあデビューシングル聴いてくれ。また会おうぜ。